前々から知ってた前日という絵画のアーティストで、僕の高校の時の同級生だったアーティストと、リジュダスというインド人のフォトグラファー兼庭師の友達がいて、その2人がリグリーンっていうプロジェクトをやっていて、廃棄予定である植物を再利用してアート作品を作るっていうのをやってるっていうのを思い出して、ギャラリーの空間を全部を埋め尽くすような空間デザインをそのリグリーンのプロジェクトの2人と一緒にやったら、なんか面白い場所が作れて、その中でパフォーマンスとかができたらいいなと思って作ってみました。樹齢300年以上の、まあ本当にいい木なんですよ。質感もいいし、造形美としてもそのもの自体がすごい美しい。でその木のもちろん表情っていうか、シワみたいなものも歴史を感じさせてくれるもので、僕それが心臓みたいな風に見えたりして、僕には植物にとってはその木の幹であったり葉だったり枝だったりが身体になると思うんですけど、乾燥して燃やされて灰になるだけっていう状態の待ってる木、植物の体と自分の体がすごくマッチして、なんかこのもちろん若くて生命力が溢れてて太陽に向かって生きていくのもすごく美しいし、それに対する憧れっていうのはみんなあると思うんですけど、枯れゆく様みたいなものもすごく儚いし、だけどその中にどこかちょっとふっと落ち着ける、今の状況を受け入れるみたいなことがこの作品を通してできたらいいのかなっていうのを思って、どうしても段差で30半ばってなるとやっぱりそこを意識するので、その老いゆく体と向き合うっていうのを初めて今回この年齢になってやってみたいなと思って